皆さんこんにちは。今日は女性のいじり方を徹底解説、一気に距離が縮まるいじり方マニュアルと題して、女性と今よりももっと仲良くなれるいじテクをお伝えしていきます。女性のことを上手にいじって笑いを取るのってこなれ感があってなんだかかっこいいって思いますよね。でも実はいじり方を間違えて知らず知らずのうちに女性の地雷を踏んでいる男性がとっても多いってご存知でしたか？女性はその場の空気を悪くしないように顔では笑っているものの、内心こういうデリカシーのない人大嫌いと一瞬でシャッターを下ろしているんです。気づいていないのは本人だけということがほとんどなんですが、こういう男性は早々にフェードアウトされているはず。こんな悲惨な事態にならないように、今日は女性の地雷を踏むことなく一気に距離を縮めるコツを全てお伝えしてきます。この会話テクニックを身につけるだけで、どんなタイプの女性と話す時にも一発で打ち解けた空気を作ることができますよ。ぜひ最後までお見逃しなく。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。まずはいじることの効果についてお話ししていきますね。会話に苦手意識のある人や心優しい穏やかなタイプの男性って、そもそも女性をいじるのってそんなに重要？普通に会話を楽しめばよくない？って思う人が多いはず。もちろん普通におしゃべりを楽しむだけでも女性と距離を縮めることは可能です。ただこれには2つ条件が必要になります。相手と初めから共通の話題がある場合、もしくはものすごく時間がかかっても OK な場合です。相手と同じ趣味があったり共通の知り合いがたくさんいるなら、話題が尽きることはないでしょうし、話がどんどん盛り上がる可能性もあります。でもお互いの情報がほとんどない場合は、どうしても休みの日って何してるの？とか趣味ってある？みたいな当たり障りのない会話しかできませんよね。これでは盛り上がりに欠けるので印象には残りません。そしてこういう広くて浅い会話を繰り返していると、距離を縮めるのにものすごく時間がかかります。お互いに相手の出方待ちになってしまうので、一向に打ち解けられないんですよね。こうなると、あの人いい人なんだけど一緒にいても楽しくないんだよなといい人止まりになってしまうわけです。なんとか状況を打開しようと女性を褒めたところで、打ち解けていなければ褒めるポイントも表面的なことしか言えなくなってしまいます。ここで必要なのはやっぱり笑いです。同じタイミングで一緒に笑うだけで心の距離はぐっと縮まりますし、それがあなたが言ったことがきっかけなら、女性はこの人と話してると楽しいともっともっと話したくなります。お笑い芸人さんのように絶対に相手を笑わせる鉄板エピソードがあればいいんですが、一般人の私たちには珍しい体験ってそんなにないですし、それを面白おかしく話すには相当なトークスキルが必要になります。こんな時とっても手軽で効果抜群なのがいじりなんですよ。相手を笑顔にできるだけでなく、あなたが会話をリードしているという頼もしさまでアピールできてしまうので、男性にはぜひこのいじりのスキルを身につけて女性の心をわしづかみにしていただきたいですね。それではここからはどうやって女性をいじって笑わせるか、具体的な方法についてお伝えしていきますね。絶対にやってはいけない NG いじりと女性と距離が縮める OK ないじりの2つを会話の例と合わせてご紹介していきます。実はどちらとも私が実際に男性から言われたことがあるいじりです。2つを比べて感覚をつかんでくださいね。まずは NG ないじりから。私が資格を取ろうと勉強を頑張っていると話した時のことです。私、最近英検が取りたくて毎日仕事の後に勉強してるんだよね。男性、うん、じゃあちょっとここで喋ってみてよ。私、急に言われても何て言ったらいいか分かんないよ。男性、ダメじゃん。はい、今回は落ちるの決定。男性は終始笑顔だったんですが、私は正直ちっとも笑えないという感じでした。このいじりの NG ポイント、皆さんは分かりますか？これは相手が頑張っていることをいじるのが NG ですね。仕事や資格試験だけでなく、ダイエットや SNS などどんなことでも相手が頑張っていることをいじることは絶対やってはいけません。女性は 120% 傷つきますし、自分を傷つける相手と付き合いたいなんて思うはずありませんよね。何かに打ち込んでいると聞かされたら、すごいね、俺も何か勉強してみようかなと乗っかってみたり、試験いつ？応援してるねとシンプルに応援するだけで OK。 相手が真剣な様子で話しているときはうまいこと言って笑いを取ろうとする必要はありません。それから容姿や性格などの特徴をいじるのも絶対にアウトです。
二の腕ぽっちゃりして可愛いねとか、そんなにゆっくり話してて周りの人寝ちゃったりしないみたいないじりって、男性としては可愛くてつい意地悪を言いたくなってしまっただけだとしても、女性にはその気持ちは伝わりません。完全に地雷を踏むことになってしまいますから、相手が頑張っていることをいじらない、容姿や性格をいじらない、この2つのポイントはしっかり押さえておきましょう。相手をいじるとき一歩間違えると、ただの失礼な人、デリカシーのない人になってしまうということを覚えておいてくださいね。それでは次に、女性と距離が縮まる OK ないじりをご紹介しますね。私がよくなくし物をすると話した時の実例です。私、しょっちゅう物なくすから毎日探し物ばっかりしてるんだよね。昨日も一瞬スマホなくして焦っちゃった。男性、スマホなくすことなんてあるの？私、あるの。自分でもびっくりしたよ。見つかってほんとよかった。男性、もう小学生みたいに持ち物全部に名前書いておきなよ。これを言われた時、思わず笑ってしまって、相手も笑っている私を見て一緒になって笑ったことで、一気に打ち解けた雰囲気になったんですよね。それまでなんとなく壁があるような感じだったんですが、同じことで一緒に笑い合った途端に一気に距離が縮まったんです。いじられて嫌じゃないどころか、もっと相手のことが知りたくなったという、とってもいい例ですね。ここでのポイントは、誰も傷つかないいじりというところ。例えば、そんなに物なくすって小学生かよと言われたら、中には傷ついてしまう女性もいるかもしれないんですが、ほんのちょっとの工夫で全然印象が違うのが分かりますか？この時、言い方や表情もとっても大切になります。ぶっきらぼうな言い方や冷たい表情で言われたら、たとえ褒め言葉であっても女性は傷ついたり腹を立てたりするものです。というのも、女性は相手の様子を総合的に見て相手の気持ちを感じ取ります。相手の些細な様子も感覚的に感じ取ってしまうので、うっかりすると、私のことバカにしてる？もう顔も見たくないというように、最悪の印象を残してしまいます。あくまでも冗談だと分かるように笑顔を心がけてくださいね。女性は基本的にみんなおしゃべり好きなので、話していて楽しいって、それだけで恋愛にはものすごく有利なんです。女性を楽しませるのに、お笑い芸人さんみたいなトークスキルは必要ありません。今日の動画で勉強したポイントを押さえておくだけで、女性と初対面から打ち解けて話すことができるようになりますし、その結果こんなに会話が弾むってことは、私たちって相性がいいんだと、かなり好印象ですよ。会話に苦手意識があって、いきなり女性の前で練習するのはちょっと不安という方は、まずは同性の友達との会話で練習してみましょう。誰も傷つかないいじりと言われても、初めはピンとこないかもしれませんが、回数を重ねるごとに必ず上達できますよ。女性との会話を楽しむには、まずはあなたが楽しまなければいけません。今からこっそり練習を積んで、チャンスが来たら自信を持って女性のハートをつかみに行ってくださいね。今日の動画は以上になります。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。動画の率直なご感想や、こんなことが知りたいというリクエストなど、今後もどんどんコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。